全部やったはずだけど壊れてるのかな多分おっとこれはなんだろう外見が人によって違うように生殖器の見た目も人それぞれだよ男性器つまりペニスと二つの精巣が入った陰嚢。肛門は 体の外側から見える部分ペニスは神経血管組織でできていてその中に骨はないんだ、うん、そして大きさが変わる普段は小さく柔らかいけど勃起すると血流が流れ込んでペニスが大きく硬くなるよ勃起した時は6センチから1 5ンチほどになるんだ個人差があって 皮がむけている人も皮がかぶっている人もいてどちらも正常だよ。ペニスの先端の穴は尿道膀胱につながっていておしっこが出るところ精子が入っている精液も尿道を通って出てくるけどおしっこと精液は同時には出ない。勃起して射精する時には おしっここを出すことはできないんだ性器の後ろにある陰嚢は精巣つまり睾丸を包む柔らかい組織で <laughs> たまっていうこともある精巣ではホルモンを作るよ思春期以降には精子もね男性の生殖器は体の内側にもあるよ 清掃状態は数メートルある管で清掃の端を包んでいるよ清掃で作られた精子は清掃状態に移動し成熟するんだ長い清掃状態に蓄えられている間に精子は成熟していくよ精子と混ざって精液になる液体が他にもあって性能線前立腺カウパー腺という3つの線が関わっているよ 勃起するとカウパー腺からカウパー腺液が出て尿道を通り射精前に少しだけペニスの先から出てくるんだ射精前に尿道をきれいにするためにね射精中は射精管が開いて尿道から精液を押し出すよわお体ってよくできてるよね体のことを大切にしよう 健康でで幸せでいるために、ね、うわーすごかったね撮れた撮れたあん撮れなかったけど私のいい感じの写真は撮れたよまた次回まで Amazed.org や YouTube で他の動画も見てみてねまたね